皆さん、こんにちは。ツコミゴードです。今日は、家を紹介したい、案内したいという感じで、今日はこのいいカメラじゃなくて、重いから、いいカメラじゃなくて、この携帯で撮っていくんだけど、見たの通り、まだ完全に片付けてないけど、とりあえず玄関からね、家もあって、見てみようか。これ玄関ね。玄関で、YouTube の、なんかもうすぐ新しいのが来るよね。これは玄関ね。よいしょ。ここは謎にトイレのマークがついてる。なんか公衆トイレみたいに。これいる？まあトイレは、ね、見なくてもいい。で、入って廊下があって、右には同じ部屋に2つのドアがあるんだけど、これは作業部屋とか、あの仕事する部屋、こんな感じでいろいろ届いて、その箱はまだ捨ててないけど、これは1000円で買った。安くない？新品で1000円で買った。いいやろ。で、作業スペースというか、ゲームとか学校とかいろいろやるスペースで、こっちはまだごちゃごちゃになってる。で、ここはデパートで売っ、あ、デパートじゃない、なんていう、ホームセンターでこれ売ってたんだけど、これさ、見えるかな、これ下に振動、音が伝わらないように作られてるやつだから、多分叩いても、下の人に響かない。で、外にはこの広いバルコニーがある。ちょっと頑張って景色が映らないように、あ、ぶれてるし、そう、外にこのバルコニーがあります。たくさん使いたいです。日本語下手やな。よいしょ。で、そう、ドア2つあるんだけど、いいんじゃない。で、ここはお風呂なんだけど、ドアがないよね。ここドアがないよな。これお風呂のところ、もうユニットバースから卒業ができて超嬉しい。あ、これなんかいい感じになんか水吸い取るやつで、お風呂まあこんな感じでね。ユニットバースはちょっと飽きてた。ユニットバース狭いからね。で、ここに来たらキッチン、キッチンがあります。これ俺が作ったカウンターで、キッチンも広くなって、もうツコミクッキングたくさん撮っていこうぜ。で、リビング、そう、こういう、これないと、そのカウンターがないとリビングとキッチンが一緒になっちゃうから、あの作ったカウンターね。で、ここにチューバーカが死んでる。で、そっちはまたバルコニー、外の景色見えないから。で、ここは、おお、ここはタンタラーン、寝室、そして和室でもある、こんな感じで。これ前ずっと前使ってた、あの机と椅子なんだけど、新しくなってさ、これもいらないかな、どうしような。で、まあ普通に押し入れとか布団とか入ってる感じで、どうですか。それだけなんだけど、俺の家、あとエアコン結構新しいんで嬉しい、それは嬉しい。そして無料でもらったテレビ、まだ全然使ってる、あの Amazon 欲しいものリストで誰かが買ってくれた、あ、名前忘れて、誰が買ってくれた、これ、まあめっちゃ優しい人がこれを買ってきてくれて、あとホームセンターで鍋とかまた買ってきちゃった。こっちもまた狭いバルコニーがある。ほら、で、さっきの、お、バケツある、さっきの作業部屋とつながるっていう感じ。ブッドちゃんいるよ、ブッドちゃん、ほい、ほい、ああ、
家はこんな感じです。多分前はさ、多分なんか年寄りが住んでたかなと思って、こういうなんかハンドレールみたいなのトイレにもついてる。いいんじゃないですか。皆さん、以上私の家でした。結構安くていいところ見つかったと思うから本当に嬉しい。できるだけここに長く住みたい気持ちはある。じゃあ皆さん、またねー。